エコです。リナです。キラリです。アリオです。キメコです。ピンクラテ TP 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はゆらりの卒業式をしたいと思います。イエーイ。言ってくださって。ゆらりにたくさんの思い出が私たちあるので、今から手紙を順番に読んでいきたいと思います。せーの、どうぞ。大好きなゆらりちゃんへ卒業おめでとう。ギャル TV に入る前にレッスンですれ違った時にキラキラの笑顔で挨拶をしてくれたよね。その時から言うのはゆらりちゃんのことが大好きになったよ。そんなゆらりちゃんとお仕事ができると聞いて嬉しすぎて、初めての出演の前日はなかなか決めませんでした。でもそんな緊張でガチガチの犬に優しい声をかけてくれてね、ありがとう。ジェニックのステージに立っている姿はすごくかっこよくて見とれてしまいました。ゆりちゃんの歌声が大好きすぎて、曲を聴くために背中を押されて頑張ろうって思えたよ。いつも眩しい笑顔でキラキラのゆりちゃん、最年長としてみんなをリードしてくれて、周りの方を切りかけられる。お洋服のこと、モデルのこと、ボーカルのこと、ダンスのこと、たくさん知ってて教えてくれる。そんなゆらりちゃんはみんなの憧れであり目標でもあります。ゆらりちゃんがいなくなったら寂しいけど、これからもっといくら TV を盛り上げていけるように頑張ります。ゆらりちゃんもこれから忙しくなると思うけど頑張ってください。もし辛いことがあったり悲しいことがあったりしたら、ここにはゆらりちゃんのことが大好きで応援している仲間がいることを思い出してくれると嬉しいな。今まで本当にありがとう。そしてお疲れ様でした。ゆらりちゃんに会えたゆなは幸せ者です。大好きだよ、ゆなより。ありがとう。ありがとうございます。幸せです。ゆらりちゃんへ、ゆらりちゃんピンクラテ TV 卒業おめでとう。そして今までありがとう。初めて会った時に優しくたくさん話しかけてくれてすごく嬉しかったよ。ありがとう。中学3年生という最年長になってピンクラテ TV のリーダーとして大変だったと思います。だけどいつもニコニコと優しくしっかりしているゆらりちゃんはとても尊敬しています。この間卒業ドッキリをかけられた時は本当に信じられなくてびっくりしたけど、ドッキリでよかったです。エコがゆらりちゃんとの初売り一番のお気に入りは福袋紹介だよ。さ、2人でギャグを入れながらアフレコとかもしてめっちゃ楽しかったです。あとはイヤホンガンガンかくれんぼ。ゆらりちゃんはピティさんもイヤホンしてると思ったって言って普通の声で喋って見つかったシーンがすごく面白くて何回も見てるよ。まだまだ書ききれないくらい思い出の撮影がたくさんあります。ゆらりちゃんはアーティストとしての一面もありかっこいいなと陰ながら応援してます。そんな可愛くてかっこよくておしゃれでしっかりしてて歌もダンスも上手でセンスが良くて一生懸命のゆらりちゃんはエコの憧れであり大好きな先輩です。高校生になるけれど頑張ってね。エコはいつまでもゆらりちゃんのファンの一員だよ。今までありがとう。エコより。ありがとう。ありがとう。ゆらりへ。いつかこんな日が来るとはずっと前から分かっていました。でもゆらりがいないピンクラテ TV なんて今は想像できません。それぐらいアリアにとってゆらりは大きな存在です。ゆらりとは帰りの新幹線が同じ方向で二人になる時間がたくさんありました。新幹線を乗り間違えて2人で床に座って帰ったことを覚えてるかな。新幹線の中で2人で TikTok を
しみでした。アリアにとってイラリの隣は一番落ち着ける場所です。会話が全くなくても気にならない安心できる存在がイラリです。そんなイラリがピンガテ TV 以外でもめっちゃ頑張っていることを知ってるし、忙しい中でもちゃんとピンガテ TV のことを気にかけてくれてることも知っています。イラリがいなくなるのは本当に寂しいけど、今のアリアがやらなければいけないことは、ゆらりが活躍しても元ピンカーテ TV メンバーだったことを自慢できるぐらいピンカーテ TV を大きくして有名にすることです。頑張るので、アリアが寂しくて辛くなった時はウィテレパシーを使って会いに来てね。ゆらり大好きだよ、アリアより。ありがとう。ありがとう。やだ。ゆらりへ。出会ったばかりの4人は企画の中で遊んでいて、くりももちゃんがまとめてくれてって感じだったけど、今では64,300人の方々にチャンネル登録していただける存在になりました。その中でゆらりが最年長で新メンバーもいて、すごくプレッシャーだったと思うけど、いつも優しくてしっかり者で頑張り屋さんで、友達から憧れに変わっていきました。ゆらりがいない撮影の日、まとめ役の大変さを知り、自分が最年長になる実感とともに、本当にゆらりがいなくなるという実感が湧いてきたような気がします。歌って踊っているゆらりは超かっこよくて、少し天然なゆらりは超可愛くて、リーダーとしてのゆらりは超頼れて、今までもこれからも本当にゆらりが大好きです。またライブ見に行くね。お泊まりは約束。卒業おめでとう。そしてこれからもずっとファイト。ひめかより。ありがとう。うん、無事に組みに行く。ありがとう。うん、行く。まず2年間ありがとうございました。2年という時間の中で、私はいろんな場面でいろんなことを学ばせていただきました。ウェブ撮影ではモデル経験の少ない私に優しく丁寧に教えてくださったり、お昼ご飯の時に毎回何が食べたいと聞いてくださって、たくさんお話ししてご飯を食べて、最初とても緊張していた私に笑いかけて、緊張しなくて大丈夫だよ、楽しむねと声をかけてくださったことを今でも覚えています。撮影中に私の好きな曲をかけてくださったり、面白い話ですごく盛り上がったり、私が肩が凝ってた日にはマッサージをしてくださったりと、毎回の撮影が一瞬で終わってしまうほど楽しく貴重な時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。ピティーズの皆さん、YouTube という一つのつながりで直接会えることがなかなか少なく、画面の中で声と動きでしか伝えられない中、私たちの言葉を信じて応援してついてきてくださってありがとうございます。こんな私たちですが、皆さんが元気がなくなった時にピンクレッド TV の動画を見て、少しでも元気になったり力になったり、皆さんの笑顔の理由になれていたら嬉しいです。最初はチャンネル登録者数も多いわけではなく、時々不安になったりすることもありました。そんな時、ピティーズの皆さんからの応援メッセージを読んで、自信とパワー、そして温かい愛をたくさんもらいました。そしていつも DM やリプたくさんありがとうございます。お返事はできませんが、全部見させていただいています。とても嬉しいです。本当にありがとうございます。これで私はピンクラテを卒業しますが、どうか変わらずみんなの応援をよろしくお願いします。私はこれからピティーズとしてピンクラッド TV を応援していきたいと思います。本当にありがとうございました。皆さん大好きです。ピティーさん、ラビーさん、ピティーさんとラビーさんには数え切れないぐらいたくさんお世話になりました。ピティーさんとは2年前に初めて会って、その時の第一印象が優しい方だなと思いました。それは今もずっと変わっていません。
私が何か困っていたりすると話を聞いてくれて、面白いことがあったら一緒に笑ったり、まるで本当のお姉ちゃんのような存在でした。ラビーさんとは初めて会ってからまだ1年も経ってないのに、ラビーさんのことをたくさん知れてとても嬉しいです。いつも笑顔でどんな状況でも落ち着いて冷静に対応してくださって、それにポケモンやサンリオが好きというラビーさんのギャップがとても好きです。撮影のたびに5人分の写真をいっぱい撮ってくださってありがとうございました。もうラビーさんに写真撮ってもらえないのかと思うと寂しく感じます。 PT さん、ラビーさん、本当にありがとうございました。大好きです。姫かえ、どんな時でも自分を忘れず、話し合うのでも意見をはっきり言うことができる姫か、とても尊敬しています。私が撮影に参加できなかった日には姫香がみんなをまとめてくれたり、動画の撮影の現場を回してくれたり、スタッフの方にいち早く質問してみんなに伝えてくれたりと、今ここに書ききれないぐらい感謝しています。ありがとう。いつも姫香に助けてもらってばっかりで、何も最年長らしいことをしてあげられなくてごめんなさい。きっと姫香は素敵な最年長になれると思います。でも困ったことがあったり壁にぶつかった時にはいつでも相談してね。すごくわんぱくなところや玉線が高いところ、優しいところ全部大好きです。今度の撮影からは最年長として楽しむことを大切に、これからのピンドラ TV を引っ張っていてください。姫香ならきっと大丈夫だよ。よろしくね。アリアへ、いつもはふわふわしているのに根はすごく強い芯を持っているアリアはとてもかっこいいなと思います。アリアとはいろんな話をたくさんしたね。帰りの新幹線でとても楽しそうに話している姿が大好きでした。初めの頃はメンバーの中で最年少で妹キャラだったアリア、けど新メンバーとしてエコユナが加わってみんなで様々な経験をして、今では素敵なお姉さんです。最近アリアは他のお仕事のことなので疲れているはずなのに、そんなことを口にせず撮影に参加してくれていて本当にすごいなと思いました。アリアがずっと追い続けている夢、私も応援させてください。そして応援し続けます。心優しいところ、泣き虫なところ、突然変顔してくるところ、アリアの全部が大好きです。これからも親切さと可愛らしいキャラクターとその抜群なスタイルを生かして、これからのピンクレッド TV をよろしくお願いします。大好きです。ありがとうございました。エコへ。エコはピンクレッド TV で一番の不思議ちゃんだなって思います。けど不思議ちゃんでありつつ真面目でしっかりしている一面もあります。最年長である私よりも全然しっかりしているので、たまに心配になってしまうぐらいです。場の空気を読むのが上手なエコはすぐに自分で考えて行動できるのが中学1年生だとは思えないくらいびっくりしています。エコエラ企画の撮影中に変なギャグが生まれるのも最高でした。とても静かにしているなと思ったら急にいたずらを仕掛けてくるエコが可愛くて大好きです。見た目とのギャップが激しすぎるところ、大人っぽい一面のあるところ、韓国愛が強いところ、全部大好きです。これからは不思議なキャラクター、そして持ち前の頭の良さでピンクレッド TV を盛り上げていってね。よろしくお願いします。ありがとうございました。ユナへ、ユナはピンクレッド TV の最年少としてみんなの妹的存在でした。ユナがいると場の空気がパッと明るくなります。こんな私を憧れと言ってくれて本当に嬉しいです。よく一緒に将来の話をしたのを覚えています。中学生にして自分の夢をしっかり持っていて、それを言葉にできるというのはとてもかっこいいことだと思います。
リナの笑顔は見てると自然にこっちも笑顔になります。その素敵な笑顔でこれからも周りの人たちをたくさん笑顔にしていってください。負けず嫌いなところ、図が抜けて明るいところ、ひたむきなところ、全部が大好きです。これからはニノの素直さと笑顔でピンクレ TV の太陽のような存在でいてね。ずっと応援しています。ありがとうございました。ピンクラテでの撮影で経験させていただいた全てのこと、毎回の撮影での全ての思い出たち、みんなと過ごした時間は私の一生の宝物です。ずっと忘れません。でも自分の中でピンクラ TV を卒業するっていう実感が湧いていなくて、また次の撮影でみんなと一緒にいるような気がします。ピティさんのサムネ撮りますというセリフや、ラビーさんが写真を撮ってくれる時のハイチーズとか、ヘアメイクさんのメイクのお話、みんなのわちゃわちゃしている声がもう聞けないんだなと思うと寂しくて仕方がありません。大好きな人たちに囲まれて本当に幸せでした。そしてこの2年間ピンクラテ、ピンクラテ TV に携わっていただいた全ての皆様、本当にありがとうございました。私はこれからピティスとしてピンクラテ TV をずっと応援し続けます。ピンクラテ TV が笑顔と幸せでいっぱいになることを願っています。本当にありがとうございました。ウイギラリ。最後にピティから未来に卒業証書を渡したいと思います。はい、卒業証書、ウイユライ殿、あなたはピンクラテ TV の全過程を終了しましたので、ここに称します。ピンクラテ TV スタッフ一同より。ありがとうございます。ひらりちゃん、卒業おめでとうございます。ありがとうございます。ユナリは卒業してしまってすごく寂しいけど、ピンクラテ TV はこれからもピティーズのみんなの期待に応えられるような存在であり続けるので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユナリの希望でエンディングは全員で一斉に言おうと思います。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録